地と同期し、その日のスケジュールや目的地を認識します。車は交通管理ネットワークにアクセスし、最新の道路交通情報から渋滞を回避し、目的地までの最適なルートと到着時間を割り出します。出発の時は車が整えているので、スムーズに出発できます。また電力使用のオフピークである夜間に充電していたので、バッテリーも満載です。走り始めると、車はドライバーに走行モード、自動運転、パイロットドライブモードに切り替えるかどうかを聞いてきます。走行モードを決めるのはドライバーです。映像をご覧ください。スピードアウト IDS コンセプトの最大の特徴は、ご覧のパフォーマンスの中から走行モードに合わせて快適な形である、日高や内容も変えるです。パイロットドライブモードに切り替わると、サドルやペダルなどの操作系は格納され、代わりに PD コマンダーが出現。発進や車線変更などの指示はこの PD コマンダーや音声で行います。走行中、日産 IDS コンセプトのインストルメントパネルディスプレイでは、 VTR を見たりインターネットにつなげるなど、情報端末として様々な機械使いが可能です。スクリーンディスプレイの操作をはじめ、ドライバーの指示は音声認識や PD コマンダーなどによりスムーズに実行されます。ドライバーが車を降りると、